はい、こんばんは、今日は8月14日台風10号が接近してくる中、雨が降ってますけどカブトムシを取りにやってきました。雨の時はカブトムシはいるでしょうか。さあ、黄金ポイントに向かいましょう。いるでしょうか。いました。これはカブトムシはなかったですね。カブトムシではない虫が、ちょっと首の長い、これなんていうやつですかね。蜜を吸ってます。見当たらないですね。下の方も見てみましょうか。下の方にもいませんね。残念ながら黄金ポイント、今日雨の中カブトムシはまだおりませんでした。ポイント A はいなかったので、ポイント B にやってきました。今年、2つ発見したポイント B、 こちらもいそうにないですね。あ、これはコクワガタがいました。ポイント B、 コクワガタ発見。ルイちゃん、面白い。今日面白い。今日図書館でいっぱいクワガタとカブトムシの本借りたね。面白いよこれ。うん、面白い。どこ面白いの？わ、大きいの。ほら、これ、ここは。あ、それはクワガタじゃん。え？クワガタじゃん。え、クワガタ？うん。これが面白いよ。うん。何個借りたの？全部で20冊借りたね。いろんなの借りましたね。え、ここクワガタいろんな色がある。ファーブル昆虫記。これパパが読もうと思って。ファーブルさんがいっぱい虫を勉強したのよ。うん、あとシーボルトさんっていう人も動物の。ケイトのクワガタいる。あ、ケイトのクワガタいる。これは面白い。面白いね。面白いこれ。カブト。チョウチョもこれ。あ、チョウチョも来てる。ガでしょそれは。え？ガ。ガでしょ？ガ。ガか。ガっていうやつそう。見て、これからカブトムシがない。カブトムシがない。あ、これ何？これ卵じゃない。あ、見て、卵。カブトムシの卵。全部あるよ、ほら。全部あるよ。一番大きいのとちっちゃいのと、ちっちゃいのと、これはなんか、もしかしてオスとメスがいて、卵産んだんかな。そうそう、オスとメスがいて、卵を産んだんかな。これが、これでしょ、これから。そうやって。最初メスが、あ、首ちょんぱなってるじゃん。これ、なんかカラスが食べたって書いてたよ。どこ？カラスはカブトムシ食べるんだって。で、大体胴体だけ、お腹のところだけ食べて、頭は残ってるんだって。面白いよね。今日はパパ、これ、あ、卵から生まれてる、ちっちゃい幼虫が生まれてるんじゃない。見て、これも幼虫でしょ。あ、これ幼虫。生まれたー。あ、幼虫生まれた。幼虫怖い。幼虫怖い。グロテスクな形してるね。これがサナギっていうのよ、ゆうちゃん。幼虫が動き止まってこんな。かわいい。ちょっとかわいい。この本、蝶々も載ってるね。こんな昆虫の話で。ゆうちゃん、図鑑も借りてきたから。この前なんか、ゆうちゃん変わった動物を撮ったでしょ。あれ、あと調べてみる。見て、はいはい、見て、これ見て。カブトムシがこうやってできるの、サナギから孵化するの。そうそう、だんだん皮を。だんだん顔が。角ができてるでしょ、もうサナギの。だんだん顔ができてる。できてきたね。もうこれができて。
こんなカブトムシもいるの？このカブトムシ、これはヘラクレスオオカブトムシといって外国にいるの、日本にいないの。ペットショップで売ってるけど、そう、外国どこにいるのかな。見て、こんな長い。中南米って書いてあるね。ここが大きい角が大きくて、羽がなんかちょっと光ってる。パパ見せ、ね、羽光ってるね。これとこれが怒ったりしてる、うん、あれカブトムシの羽面白い。